焼酎をね、これをつまみに焼酎のお湯割りを飲みたいところではあるんですけど、もう今日は寝ようかなと思います。今日はなんか飲めないです。最低気温ですね、朝方ですけど6時に4.6度、フレンチトーストをしようかなと思うんですよ。卵液をどれで作るか、シェラカップにしようかな。シェラカップで食べるかな。フレンチトーストはなんかね、一回家で作ったことがあるんですけど、もうずいぶん前ですね、久しぶりですけど、これであと焼くだけでいいんですよね。今ちょっと卵液つけてみます。